新生キンプリ、冠番組リニューアルでファン賛否、近畿傷と同じ道筋二人体制の今後。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス以下、キンプリの新体制が指導している。 5月22日で平野市さん神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんが脱退しました。平野さんと神宮寺さんは、脱退と同時にジャニーズ事務所も退場。岸さんは9月30日に退場することが発表されました。スポーツ上記者。金プリは高橋山と長瀬角の二人組となった。 現在高橋さんは日本テレビ系のだが情熱はあるに長瀬さんは TBS 系のラストマンにそれぞれ出演中です。5人最後の日、高橋さんは神奈川県内で行われたドラマのロケに朝から晩まで参加していました。長瀬さんもドラマのロケの目撃情報が SNS へで拡散されています。残念ながら、 この日に5人が集まることは叶わなかったのでしょう。テレビ局関係者。これまでの先輩グループとの違い5月23日、早速、新生キンプリがお披露目された。夜7時からキンプリの YouTube、Instagram、Twitter、TikTok のそれぞれのアカウントで同時に生配信が行われました。前でスポーツ紙記者、イカドう。デビュー5周年を祝うこの配信では、 ファンにとって嬉しいお知らせも、6月21日に二人でのニューシングル何者をリリースすること7月1日から日本テレビ系の新番組、筋トレ、仮がスタートすること7月2日に金プリ発のファンミーティングを開催することが発表されました。しかし、あまりの動きの速さに賛否両論もあって、3人が脱退したことを受け止めきれていないファンが多かったようです。ただ、 二人で前を向いて進んでいく金プリを応援したいという声も上がっています。ジャニーズ事情に詳しいライターの下田昭弘さんによると、新生金プリの動きはメンバーの脱退があったこれまでのジャニーズグループと少し違うという、コットタンを活動休止の充電期間があったり、ニュースは、 星を目指して、のような乗り越える系の曲を出したりなど、別れを惜しむ期間を経てから、ファンと共に進んでいこうというグループが多かったんです。ただ、キンプリは5月23日以降、初めから2人組だったのではと勘違いする人も出てきそうなほどの空気を醸し出しているところに、これまでの先輩グループとの違いを感じます。下田さん、いかどう これこそが、ジャニーズに残る決断をした二人の決意の現れだと推察する。長瀬さんと高橋さんの二人になってもキングプリンスという冠を本気で残したいのだという気概を感じます。 実質的には新番組というよりリニューアル、世界を目指したい強い思いがあった平野を中心とした、それぞれの目指す方向性の違いが、今回の金プリ分裂の発端になった。どのグループも一人でもメンバーが抜けると多少なりとも雰囲気に変化が出ることが多いです。 なので、5人中3人が脱退したことで、グループが停滞する危機感は彼らも確実に抱いたでしょう。長瀬さんと高橋さんが、これまで雑誌のインタビューなどで世界を目指したいと話していたことは、当時は嘘でなかったのだと思います。 でも、今は、まず国内で積極的に活動することで、日本での人気を落とさないことを第一目標にしているのではないでしょうか。もちろん、すべての可能性を捨てたわけではなく、世界へのチャンスが巡ってきたら掴んでいくことを期待したいですが、新たな一歩を踏み出した二人。これまで五人で行っていた仕事はどうなるのだろうか。冠番組キングプリンスル。 は5月20日の2時間スペシャルで番組が終了しました。しかし、新番組、筋トレ、カリ、は同じ枠で放送され、SNS アカウントも引き継がれます。実質的には、新番組というよりリニューアルなのでしょう。前でテレビ局関係者。それならば、番組を終わらせなくてもよかったのでは日本テレビに全番組を終了させて、筋トレ、 かり、お立ち上げた理由を問い合わせたが、番組の制作過程はお答えしておりません、との回答だった。ホンダ、や、ユーハミカクトウ、など、5人での CM もあった。どの企業も5月22日までに契約が終了しており、今後は未定というのが現状のようです。広告代理店関係者。前出の下田さんは、2人のさらなる飛躍に期待を寄せる。 これまでジャニーズ事務所の正規グループの二人組はキンキキズとタッキー翼という JR 時代から人気を誇ってミツル露辞してデビューした人たちだけなんです。大人数のグループだとテレビなど時間が限られたメディアでは個々の良さが伝わりづらい面もあります。個々としてもグループとしても良さを発揮できる人数でもあると思うので楽しみです。また、こんなメリットもあるという。 我慢することが減ると思います。例えば、嵐の松本潤さんは、20年年末のグループ活動休止まで走りきるため、どうする家康のオファーを先送りにしていたそうです。他にも、グループの仕事を優先して諦めた映画や舞台、ドラマが、裏では、たくさんあると思うんです。二人ならば、多少はスケジュールが合いやすくなるので、 グループ活動をしながらでも、対策映画やドラマに、コンスタントに出演することができるでしょう。二人組の大先輩もこの道筋をたどっていて、近畿キズモ初期は常に光一さん、勝吉さんのどちらか、来いは両方がドラマに出演しながら、頻繁に曲をリリースしていました。キンプリも個人の認知度を高めながら、グループ活動も充実させることができると思います。 新生金プリは何者にでもなれそう。下田滝宏、文化系ウェブマガジン、チェリー、編集長。ジャニーズに造形が深く、テレビやラジオにも多数出演している。19年年には、ジャニーズは努力が9割、新調新書を観光。